ソーラさん今日の恐竜の晩ご飯ね、ソーラさんが普通に喋るんかい、うん、あと従来を、うん、こんにちは、こんばんは、赤髪のトモだよ、ミラだよ、アチャミだよ、ヤンだよ。一発じゃない。練習なし、やっすごい、イエーイ。でね、今回も脱出マップ、作者は夏草さんということで、性格がひね曲がってるということでおなじみの夏草さんのマップをやっていきたいと思います。じゃあいきます。ジュラシックパークからの脱出、はい、含まれる要素、謎解きとアスレチック、はい、肉食恐竜に注意だ。コナンらしいこと言っとくか。真実はいつも一つ、スイッチオン。うさんくせえ、腹ぶったオン。お、来た。ジュラシックパークからの脱出、はい、来た。あ、顔がプチプチさんになってる。恐竜が出てくんのか。 3D になるじゃん、これマジ。うお、映画ジュラシックパークは一番奥の劇場だ。あ、映画館に来たのか。これ映画館、私たちはジュラシックパークを見に行くのね。そうじゃあ、なんかヒントがあるはず。じゃーん、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 じゃーん。これただの絵だよ。ただの絵？うん、入れますよ。入れないよ。マリオ64やりすぎだと。ほら、お客さんいっぱいいる。いっぱいいるよ。ちゃんとソーシャルディスタンスしてるね。あ、確かに。あ、そう。どっか席あんのかな。空いとるよ。前で見るのが好きだわ。東映の人があの人たちだ。首つかれるんじゃん。関係者か。後ろから3分の2ぐらいがいいらしいよ。中心よりちょっと後ろぐらい、ね。俺もこれ後ろの方が好きだ。うん、私も後ろだな。そうなの。私すっごい前で見て、うん。映画が始まるみたい。あ、ここに飛ばされた。はい。映画見ますか。はい。座れんやんけ。2億年前。本当に2億年前。恐竜がいたの。うん。そうなんだ。この今日地球には恐竜が存在していた。それっぽいな。6000万年前に滅びました。へー。そして現代人類は恐竜をよみがえらせる実験を行った、うん、実験は見事成功。あ、本当だ。これあれじゃん、うん、クロームの繋がんない時の恐竜じゃん。だけど一つ問題が。うわぁ、わぁ、ビビった。腹が減った。今からお前たちを食ってやる。よみがえらせても日本語は喋らんべえ、これ、うん、まずい、逃げないと。逃げて逃げて。これ本当の話の。うわ、怖い。え、うわー、うわー、ちょっと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 、そういう時は F5 で俯瞰するとちょっと落ち着くかも。お、来た。え、何これ、どうなったの。食べられたわけではない。いや、なんか、異世界転生した。また始まった異世界。卵、卵、これ卵割れてる。卵、どうにか脱出しないと。あ、なんかあるよ。ってことは、どうブロックだ。もう、生まれちゃった後なんじゃないの。え、ごめん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 、私多分踏んじゃったかもしれない。なんだこれ。あ、出てきたよ。え、ごめんね。部品が3種類足りないようだ。だ、ここがスイッチなんだ、これ踏むのが。本当だ。うん。なんじゃこりゃ。何のスイッチが足りんと。なん。あ、これ元へ帰るあれやない。っていうことなのか。これがトロッコ？あ、出た。うわ。出た。あー、だからここにスイッチか何か置いて切り替えるのか、レールを。なるほどね。ボタンがここにあるけど、さっきトロッコ出して押したやつ。うん、うん、3箇所切り替えるスイッチをってことか。ってことね。じゃあ持ってくるのか、これ。2、3。これ水色のところに必要ないね。うん、水色のとこに。オッケー。うわー、出た。卵探し合いの。あっちがなんか見えるよ、ちょっと。なんか見えるね、白っぽいのがある。あ、ね、ジュラシックパークはもちろん皆さん見てる人がここに集まってますよね。はい、見てますよ。オッケーオッケー。見ないでもうか。ジュラ。ちょ、絶対あいつ見てねえ。見とるジュラ。連れてき。そんな人出てこない。ゴビにジュラってなんで。見とるジュラよ。絶対ゴビにジュラ出てこない。お、ラピス、金。なんだろうこれ。ダイヤモンド、うん、エメラルド、鉄、銅がある。7桁の認証コードはエメラルド鉱石から金鉱石までの道のりにある。ほえ、エメラルドあるここに。あ、このあれ掘ってあるじゃない、あのこの文字じゃない、4。え、
これが4やろ、ダイヤが。あー、ほんとだ。ほんとか。え、なんで4なの。あ、分からん。アナログ数字に見えるからってことでしょ、うん、これが。そんな感じ、そんな感じ。こう書いてあって、こうってことでしょ。そうそうそう。4じゃないかな。あ、上にほら、あるじゃん、順番が。エメラルド、ダイヤ、ラピスってことじゃない。エメラルドからダイヤに行く。からダイヤに行く道だ、こうだ。何がある？ 1? それがなんてこと？ 9? 違うかな。エメラルドからダイヤに行く道。エメラルドから金か。エメラルドから金。一回これ外行った方がいいんじゃない？違うとこ、なんか違う気がするこれ。ああ、他のところで。これは答えを出して。最初の卵どうだろう。入ってみる。うん、最初のこの、これ、あ、違う、じゃない、あ、違う。卵、恐竜の卵 B。 え、なんで書いてあるの、そんな。これなんか入った瞬間出た。本当だ、弓矢がいるんやな。こっち側もあるよ。あ、的がある、弓矢がある。ある、弓矢。弓矢はない。これも順番違うじゃん、なんかその物を仕入れてやね。なんか違うね、うん、だからやっぱなんか仕入れる場所あるんだこれ、きっと。あ、ここ宝箱ある。嘘、なんでジュラが見つけるの。ジュラあった、ジュラ思い出したかのよ。レバージュラほら、レバーあるんだって。最初のレバージュラ、空色の羊毛だってよ。ジュラお見事、やった。ジュラ、そうそう、だって水色が3箇所あったもんね。普通に喋るんかい、うん、あった、ジュラよ。これか、その卵ジュラか、うん、この卵ジュラよ。これか、イクジュラよ、ワープジュラ。あ、違うジュラ、これじゃないジュラ。違うジュラ、さっきのジュラ。まだ恐竜出てきてねえな、そういえば。でっかいの出てきてない、ね、頭だけチラッと見えたけど。これジュラ、あ、これだ。水色の用語につけるジュラ、うん、1、2、もう勝った勝った勝った、はい、3ジュラ、はい、はい、ゴー、いきますよ、うん、あ、そうそうか、スイッチ攻めかんだよね、うん、はい、せーの、こっち来たよ。ん、おい何やってんのよ、ほんとに。次見せたらソーラさん、今日の恐竜の晩御飯ね、ソーラさんが。ついこそ、ついこそ、最初から切り替えとけって、最初から。それ変えたらここ変わると。いや、一回やるだけやってみる。多分オレンジ色がちょっと怪しい気がするんだよ。うん、ああ、こう面白い、お、ほら、ここはあれ怪しいね、これ。あ、ダメじゃん。ここなんかどう、それどっか押したらここ変わると。待って、ここ押してみる。いや、変わんないわ。だからオレンジのところにもなんかスイッチ押すのか。そうそうそう、オレンジ色のところに多分レールが来て、レールだよね。緑のところに赤い石回路じゃないのかな。で、これを入れることでここがオンオフするとノット回路になって、ここがあれなんじゃない。なんかまた仕入れてこないかんってこと。だから3つのパーツがっていうのは3つのレバーじゃなくて、水色にレバーで、オレンジにレールで、緑に赤いしか、うん、そういうことだ。あった、レール、おい、おい、おい、ジュラオやばいじゃん、ジュラワト、ジュラオ、ね、ジュラワトさんやってるでしょ、実は。知ってんな、もしかして。ジュラヤン、ジュラヤン、あ、パワードレール手に入ったじゃん、ジュラヤン。やったね。オレンジ色の羊毛だって、あと黄緑色のレールに置く、多分赤石かな。うん、赤石？え、ジュラヤンより先に見つけたい。全部見つけたい、俺が。見つけたらジュラヤンね、あだ名。よし。あ、見つけた。はい、ソーラさん。あ、じゃあこれ空箱。後ろのやつだ。はい、ソーラさん、今晩の晩ご飯。なんだ。なんだじゃなくて、なんだ、なんだ、嫌がってくれないかな。したらこの木か、木のふもとにあんのか、だいたいこれかな。ないにゃ、あった、嘘、あった。え、ジュラワトじゃん、マジで。今日これ、あ、ジュラワト、すごい、ジュラワトさんの日だわ。黄緑のさっきの卵わかる、移動しすぎてもわかんない。でも卵の数そんなになかったじゃない。どっち、うん、こっち、じゃあ、あった、うん、あ、だからこれをコンコンコンとやるわけね。うんうんうん、はい、あとはレールがこうつながって、エンジンとこ、うん、あ、向こうで2箇所入れ替わるようになるんだ、はい、そうだね、そこのレールつながるからね。へえ、いきますよ、いいよ、オッケー、こっち、
55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 5
たいたいた、アスレだ。こっからか。え、この雪アスレって何これ。ああ落ちる。え、何それ、どうやって行くの。あ、お宝箱がある下に。あ、マジ。ジュラやん、これ多分。うん、まずそのソラさんが押そうとした足のスイッチは復帰のスイッチで、粉雪に見えるやつのどれかが普通の雪なんじゃない。あ、そういうこと。どれだ。で、ここにブーツが入ってそうだけどな。あ、そういうこと。それはジュライアンだったわ。あ、違う、トライデント。クミさんが好きなやつ。あれ、トライデント、中性と中性のトライデント。あ、それ持って飛んでくんじゃないの、宝箱の。あー、シャークン。 え、飛べんのこれ。あ、いけないわ。ヒューっていけなかったっけ。いや、それはね、なんか激流っていうのがついてるやつ。これ中性だから違う。あ、これで刺さるやつがそうだってことだ、多分。まあ確認していけってこと、うん、じゃないかな。刺さるのないですけど。あれ、待って、これさ、マトブロックの部屋なかった。あ、そういうこと。あった、マトブロックだ。なるほど、それやね。まったく、君たちは俺の頭脳がないとクリアできないんだから。もうすごい活かせるね。本当に、こっちこっち。あれね、マトブロックの部屋があったぞ。いや、入るね。マトさんごときに送りほとる私ではない。ふん、あ、違う、違う、なんだよ、違う、違う、こっちか。なんだよ、それ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 、ほんと、これだろ、それ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 、これだよ、これ。おい、何回も入るんじゃない。こうだね。これがなんだっちゅうの、これ。あ、で、これで2個ってことだ。はい、クミさん。はい、じゃあ、アチェミさん。ポンだ、マジ。うん、だ、それでお互いにポンポンと。ち、どう考えても違う、天然か。奥やろ、奥だろ、どう考えても。奥、登ったらわかるよ、クミさん。ごめんごめんと。当たった、アチェミ。当たってないね。当たった？No、 当たってないね。上がつくんかな、当たったら。上がつくんじゃない。あ、ついたついた、クミさん。あ、ついた。あ、クミさん1個ついた。あ、クミさん2個ついた。ついた、1個ついた。はい、アチェミさんいいよ。はい、こっち全部ついた。じゃあ、革靴だ。え？違う。なんか怪しい。またここでもなんかいるんやない？ほら。登れないでしょ。じゃあ、また別のとこだ。え、だって今ここ何もし…あ、待って、これ宝箱ありますよ。どこ？ここほら。上上上。開いた、ハサミ。灰色のカーペットが開けられるって、これで。なるほど、数字数字。数字に書いてあるんだ。あそこやない。面白い。難易度が程よい。我々にぴったり。そして恐竜は全く出てきてない。いないね、確かに。エメラルドから剥していけばいいんじゃない。あ、数字が出てくるんかな。スクラッチみたいな。エメラルドからダイヤまで行けばいいんですよ。ないやんか。何、あ、なんか途切れたことによって数字なっとらん。あ、ほら、消えとるけん、数字が浮かび上がってくるんよ、多分。浮かび上がるか、これ。上がるって信じろ。こうでしょ。はい。はい。ほら。全然浮かんでないって。あ、浮かんとるやろ。え、これ7じゃない？これは7じゃない？どれが 7？ あ、それ、いや、それ何？ 7 だけど。全部開けろ、全部開けよ。全部開ける？うん、全部開ける。そのためやろ。あ、全部開けたことで、うん、繋がる道と繋がらない道があるんだ。うん、そういうことやろ。なんやろ。すっきりできそうやけどな、なんか。あー、なんかわかりそうかも。え、でもこの鉱石が全部で7個あるやん。そう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 。うん、この上からなんか見るんやない？それで。7桁の並び順がこの石炭金鉄っていう順なんだよ、きっと。うん、で、うん、エメラルドが多分1だよ、これ。なんでわかるぞ。エメラルドからだから。あ、1。そう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 。なるほどね。じゃあラピスが2だから37 37 42 61 61 5 37 42 61 5。おお、すごい、鋭い。こういうことかじゃない。うん、ここまでカッコつけて外したらことですよ。どうだ、でってれー、かわいい、開いたどー。
上にあれが宝箱あるよ。ここナイス、うん、ジュライアン出た出た微妙に開けづらいね。あ、カブツ俺持っとくね、うん、いいよ。これであれはなんでさっきのところは行けるんだ、うん、ここはアスレチックだ。でも下も行けるよこれ。ほら下でも豚ちゃんがいるだけ。あ、こっちだ。豚ちゃんには全部クラがついてます。なんで。じゃあ人参の釣り竿が手に入る。その先になんか看板あるよね。イグジットって書いてある。出口。じゃあ最後に出口。あ、最後にそこができるんや。あー、そういうことか。うん、だからどっかでこの白いガラス壊せるピッケルみたいなの手に入れてくるんだよね。じゃあまずはそこの雪か、雪のとこ行くんじゃない、うん、オッケー。今度俺とアツさんで行くか。あ、2個あると、うん、2個あるから。アツさんの出番なんていらねえんだよ。あ、ダサ。ワトさんの出番なんていらダサ。いやわダサ。ちょちょちょ、ワトさんの出番なんていらねん。ダサダサ。ワトさんの出番なんていらねんだよ、ね、うまい。マジでいけ。これ苦手やな、これ4段4マスジャンプ。いや4マスもなってないと思う。これ3マスだと思う。3マスです。4マス。ここの間エリトラが手に入りました。あ、いけた。そんないけた。ワッツアウ強制召集最悪。エリトラどこだっけ。なんかあった、エリトラを使うようなとこ。まだ見つけてない卵がある。あ、ていうかこの上やない、なんかあるじゃない、木の上とか。え、だって花火がないと上飛べないよエリトラは。あ、そうか。工夫はするけど。あれ、的当てたところ、ま、なんかあった、飛ぶところあったっけ。あ、これで滑空していくのか。うん、なるほどね。あ、じゃあはい、ソーラさん、はい、飛べんのか。頑張れソーラさん、頑張れ。一回限りね、ソーラさんチャンスは、うん、おー、ヒュー、ダメー失格、しょうがない。お、お、お、いかねえぞこれだいぶ助走つけないとダメってこと。違うか、助走つけても変わんない気がする。あ、ダメだな。ダメ、全然ダメ、全然ダメだね。あ、いけそうこれ。あ、いった、いけた。おい、普通にいったわなんだよ。いけるやんか。はい、人参付きの棒ピッケル。そう、あ、そうだね、豚、豚ちゃん、豚ちゃんとこだね。はい、あ、柵が壊れた。本当だ。あれ、ほん、あ、壊れた、上が壊れてはない。あ、治った。あ、なそれ、次元式で壊れるやつ。あれ、あの看板壊れてない、あの白ガラス。あ、今当たりよる。あ、やっぱ行くんだそっちに。誰かが乗ってることによって壊れるってこと？あ、その一マスのあれ隙間ならエリトラで突破できるけど。え、この豚ちゃんは何の意味があるんだ？分からん。あ、来るんだ。来たよ。むず。豚ちゃんを操っていきますよ。うまい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 、来た。いけるとそれ。あ、いけた。へえ。すごい。いけたわ。じゃあいけたらワトさんこの豚ちゃん右クリックするだけでいいわ。ほら。本当だ。それはマイクラの仕様だわ。何年マイクラ。ああ、豚ちゃん。豚カンバーク。カンバーク。今来るんだ。今来れば豚ちゃんに右クリックするだけだぞ。来た。ほら。イエーイ、来た。わ。あ、帰ってきた。帰ってきた。気づいたら恐竜は消えていた。ここから脱出しよう。なんだ、食われてたのね。タイムスリップみたいな。うん。そういうことだわ。怖いね、誰もいない映画館。人気がないんだろうな。ジュラシック？でも今あ、そう、ちょうど上映してるから、それのトレンドに合ったネタを作ったのか。うん、を危うく恐竜に食われるところだった。エンド、サンキューコペン。はい、ちょうどよく楽しい。さすがなつくささんね。優しいね、やっぱあの殺しにかかるやつよりは。確かに。
優しいね、はい、ゲームクリア、うん、卵焼き食べたい、あ、卵いったからか、プチプチさん、夏草さんなるほどね、いや面白かった面白かった、うん、ということで今回もみんなで謎解きマップクリアしました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。